7月から始まった連続ドラマが続々と最終回を迎えているそこで7月期ドラマの総決算としてアンケート調査を実施「演技が下手だったと思う主演俳優は誰?を」を全国のドラマ好きの30代から60代の女性500人に聞いた対象としたのはプライムタイム帯に放送された主なドラマ15作品に主演した16人ダブル主役含むだ 写真あり2024夏ドラ「演技が下手だった主役」ランキング第1位、16位、第5位、沢口靖子、「科捜研の女シーズン24」、テレビ朝日系、35票、今更ですが安定の棒演技。ドラマもマンネリ、でも、まだ続くんでしょうね、60代パート神奈川県、もうすぐ60歳になるとは思えないほど綺麗演技も若々しい。というか デビューの頃から成長してませんね、60代、主婦、岡山県、1999年から続く長寿シリーズ。もはやマリコさんに演技力を求めてはいけないのでは。第4位、二宮和也ブラックペアンシーズン2、TBSK、42票、前のブラックペアンもそうだったけど、童顔だし、とても意思には見えない。とっちゃん坊やのフリーターが似合うんじゃ、30代。 医療系、徳島県、声にも雰囲気にも重みがなく、医療ドラマには合わない。よく演技がうまいとか言われているけど、全然そうは思わない、40代パート石川県、高視聴率を維持。9月15日放送の最終回の世帯視聴率は12.0%ビデオリサーチ調べ、関東地区。ドラマ自体はおおむね高評価だった。第3位、中島健と所詮他人事ですから、 とある弁護士のの本音の仕事テレビ東京系、48票、普段の本人のままで、演技しているようには到底思えない、悪い意味で。ドラマ出演も減ってきているけど、これでは当然、50代、主婦、三重県、キム・タクじゃないけど、どんな役をやってもケンティ。でも、キム・タクほどの存在感はない。アイドルだけやってればいい。40代会社員東京都 中島は弁護士を演じたが、ドラマ自体はほぼ話題にもならなかった。そもそもテレ東の金曜8時、ドラマ枠の知名度が低いとも言える。第2位、目黒蓮、海の始まり、フジテレビ系、57票、イケメンで人気なんだろうけど、口に物が詰まってるみたいで何言ってるかわからないし、感情も伝わってこない、50代、会社員、福岡県、声が小さくて聞こえない。 体調が悪いならゆっくり休養した方がいいのでは30代アルバイト静岡県めめは好きですが演技力があるかというと微妙特にこんなに暗いドラマだと表現力の乏しさが目についてしまう30代会社員静岡県目黒の声が小さすぎてエアコンの音にかき消される字幕必須などの意見も8月には体調不良で休養するアクシデントもあった 1> 第1位、飯沼愛、南くんが恋人。テレビ朝日系、94票、たまたま見たんですが、セリフが棒読みすぎてびっくり。こんな子が主役で大丈夫。50代パート、東京都、オーディションで受かったという割には、演技が全然できないんですね。セリフは棒読みだし、表情もぎこちなくて、全然話に入っていけませんでした。30代派遣社員宮城県 ストーリー自体がクソつまらなかったこともあるけど、演技ひどすぎ。バカず踏めば上手くなるのかな疑問です。50代、主婦、兵庫県、過去に何度もドラマ化された、南くんの恋人の男女逆転バージョン。21歳の飯沼は、2021年の TBS スター育成プロジェクトで約9000人の中からグランプリに選ばれた、逸材だとされるが、今後の成長に期待したい。